ニュースポストセブンです。東出昌大さんとの不倫が報じられ、表舞台から遠ざかっていた唐田絵里香さんが女優復帰するようです。映画関係者によると、本格的な女優復帰となる映画の撮影が10月上旬からスタートしています。映画の課題は死体の人、死体役ばかり演じる冴えない俳優の恋人で、仕事がデリヘル嬢という役どころです。不倫のイメージダウンがあったとはいえ、思い切った形での再出発ですとのこと。体当たりの演技で話題を呼び、形勢を逆転したいという狙いや覚悟があるのかもしれません。ニュースポストセブン。